はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は旭川で大人気だった味の三平の継承店についてです。皆さん、旭川のアベマ知っていますか？アベマ TV じゃありませんよ。旭川のアベマは地元の方に大人気だった味の三平というラーメン屋さんが2021年7月に閉店しました。その味の三平の継承店として2021年10月11日月曜日にオープンしました。以前から人気であった激辛の赤味噌と白味噌をブレンドしたラーメンも新しいお店になっても人気があります。そんな癖になるラーメンを食べることができるお店アベマを紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。こちらの場所は旭川駅から約4キロ、車で10分くらいです。営業時間は11時から16時、17時から20時です。ただコロナの影響などによって変更になっている場合があります。定休日は水曜日です。以前のお店の時にはありませんでした待合席がありました。また券売機で食券を購入するスタイルになりました。お水やおしぼり、紙エプロンはセルフサービスです。左上に味の三平の店内の様子を載せておりますが、アベマになってからはカウンター席が広くなり、座敷がなくなった代わりにボックス席になっていました。これから味噌ラーメンのメニューについて紹介したいと思います。以前は味噌ラーメンと激辛三平ラーメンという名称でしたが、アベマになってからはシンプルに味噌ラーメンと激辛ラーメンという名称になっていました。味噌ラーメンは白味噌がベースで、豚と鶏のダブルスープです。反対に激辛ラーメンは赤味噌がベースです。こちらの激辛ラーメンはただ辛いだけではなく甘みもあるスープが特徴だと思います。また味の三平の時のように味噌ラーメンと激辛ラーメンをブレンドしたラーメンが大人気です。個人的には今回注文しました3辛という味噌が7、激辛が3の割合のラーメンを注文することが多いです。3辛で辛口ラーメンくらいの辛さのイメージだと思います。辛いのに自信がある方は激辛ラーメンにぜひチャレンジいただければと思います。味噌系以外のラーメンは醤油ラーメンや塩ラーメンもありました。トッピングメニューではカツを入れる方が多いです。また味噌や激辛ラーメンにはチャーシューが入っておりませんので、チャーシューが食べたい方はトッピングされていただければと思います。私は以前のお店から餃子をトッピングすることが多いです。ご飯もののメニューは以前から人気がありました。カツ丼は健在で、このお店になってからミニカツ丼のセットメニューができました。こちらのセットメニューはラーメンとカツ丼、どちらも食べたい方に人気が出そうだと思いました。それ以外では以前ありましたイカ丼や牛丼がなくなりましたが、チャーマヨご飯などのメニューが新しく加わりました。私が今回注文しました味噌ラーメンの3辛、税込み860円に餃子トッピング税込み270円です。スープはしっかりした味でコクがありました。結構辛いのですが、辛さの後に甘みが感じられました。中に入っている具は以前と同じ白菜ともやしでしたが、味の三平の特徴であったお餅が入っていませんでした。店主に確認したところ、餅を残す方がいらっしゃるそうで、トッピングにしたそうです。麺は細麺の縮れ麺で、トッピングの餃子とともにこの独特なスープと絡み合って、癖になるほど本当に美味しかったです。支払いですが、クレジットカードは使えず現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました旭川にある地元おすすめの人気ラーメン店、味の三平の継承店アベマは、旭川で癖になる味噌ラーメンを食べることができるお店です。旭川で美味しい味噌ラーメンが食べたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。アベマ